とごめん、もう死にすぎたんだ。なんかこの子たちをご主人と思ってやりましたが、あと一歩半歩届かずに本当にすいません。一番最高なゲームができました。甲子園でも頑張ってください。おはよう。マジ勝てよ、お前ら勝ってくれよ、ほんと。決意、ありがとうございました。よっしゃ、甲子園に行って伝えかけます。
ドロイドロイさあ、通ってください。熱き熱き、どうぞどうぞ。ピア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 ッテゴ、せーの、ピア。ありがとう、ありがとう。頼むよ、本当に。はい。よし、行きな。はい、僕だ。まあ、勝負というのは、やっぱりこう、必ず、どちらかが勝って、必ず負けね、これがやっぱり勝負の厳しさでもあるし、難しさでもあるし、まあ、ちょっと前でも言ったけどね、監督は動画8回かな、経験かな、ね、4回優勝して4回準優勝だなというと、まあ、だからどっちの経験もね、同じ数だけあるというのも、やはり勝負というのは最後はね、なんともして勝ちたい、勝ち切らなければいけない、そう思うけれどもね、どちらか必ず負けるというのも、これはもう勝負事というかね、決まっていることで、特に今年のチームはね、3年生を中心にというか3年生がだな、3年生がいろんな意味で、チームを改革してくれて、今の時代に合った、ね、先輩後輩の関係性ではなく、ね、今の時代に合った関係性を築いてくれて、そして、今世代とかね、いろいろあるけれども、本当君たち自身がね、チームを作り上げてきた、ね、俺はそう思う、うん、監督としてはね、勝ちたかったし、勝たせてあげたかった、ね、1対0というスコアでね、渡辺をよう投げてくれたな、うん、いろんなところでね、もうできることはもうみんなが目いっぱいいったと思うんだよな、これがうちの戦い方で、こういうふうにやってきたというものがね、最後まで、貫いてやったというところだと思う。ただ、タイブレークと、ね、なって、まあ、厳しさはあるけれども、もう最後勝てなかったのはね、申し訳ないけれども、これはもう監督の責任だよな、いつも言うことだよ。負けたら監督の責任ですよ。申し訳なかった。もう本当その一言に尽きる。そして、最後な、ベンチに入れなかった3年生、前に来てくれ。はい。な、よくな、まあ、悔しさとか耐えて、サポートをな、してくれた。まあそれぞれな、思いはあるな、キイチもな、はい、最後投げたかった方やなとかな、はい、渡辺もな、はい、ようやってくれたな、高谷もな、上、はい、も一緒、ね、思いを持って、ね、楽もおるしな、ケイチもな、はい、マネージャーとして、で、スイートも最後の最後までな、諦めてなったら、はい、ね、ケントも色々と一緒、はい、バッティングピッチャーとしてね、一生懸命頑張ってくれた、本当に感謝持ってます、ね、
金色のメダルではないけれども準優のメダルだけでもね、私の方から、首にかけさせてもらいたいと思います。本当に感謝しております。はい、はい、本当に最後まで自分のことを考えて、サポートしてくれて本当に感謝してます。本当にありがとう。はいはい、じゃあなかなか保護者の皆様の顔もね、のが本当に、申し訳なくて、今選手も言いました通り、本当に選手はもう目いっぱい言ってくれました。みんながね、それぞれの役割を理解して、一生懸命取り組んでくれたと思います。本当にベンチに入れなかったサネスも含めてものすごく仲の良い、チームワークの良い3年生で、本当に新しい伝統、ね、新しい時代に合ったチームというのを作ってくれましたね。またこれも本当に、保護者の皆様のおかげですし、保護者の方のサポートというのも本当に力になりました。最後にね、優勝という報告をできなかったことに関しましてはね、本当に申し訳ないと思っています。何とかしたい、泣くはこの子たちをこしんと思ってやりましたが、あと一歩あんこ届かずに本当にすいません。私のね、力の足りないところが出たんだろうというふうに思います。本当に選手は頑張ってくれました。なんとかね、いい思いをしていただきたかったけども、今一歩足りず、すいませんでした。応援を熱い中ね、サポートを含めてご支援いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今日熱い応援ありがとうございました。まあ自分的には最後、優勝してやっぱ全員で甲子園行きたかったんですけど、あと一歩届かなくてやっぱ悔しい思いしたんですけど、最後はみんなやりきったので最後は胸を張って終わりたいと思います。3年間応援ありがとうございました。ありがとうございました。Oh, my God.